どうもこんにちは、ドグラです。事務所引っ越しました。事務所も新しくなったし、タイトルも新しくする。もうこれはね、新しい尽くしです。やっていくぞ。いやもう今日疲れた、マジでマジで疲れた。まあでもね、疲れを見せないようにやっていきたいと思いますんで、じゃあ今日もクソキャラ列伝行ってみましょう。で、今日のタイトルがですよ、皆さん見覚えありますよね、このゲーム、ドラゴンボールファイターズなんですけど、何か違うなっていうのが分かりますか？やってる人じゃないと分からないですよね。これね、実は初期バージョンです。一番最初リリースしたての時のまっさらなドラゴンボールファイターズ、ほら見て、最初ねキャラこんだけしかいなかったんですよ。そんな中から選びたいのが、まあ悟空、ベジータときてこいつです。前届けで初期16号紹介したいと思います。もう失われたバージョンなんですが、半ば無理やりオフライン環境を構築することによって、この初期16号というモンスターを現世に召喚することに成功しました。まあ本当に一番最初のドラゴンボールって、まあ、結構いろんな仕様変わってて、まあ、今だと C 必殺技って 0.5 ゲージで使用可能なんですけど、この時はね1ゲージ使うとか、あとはまあ A ドラゴンラッシュが存在しないとか、まあまあ、あのドラゴンボールもねいろんなアップデートを重ねて改良されていったということなんですが、この一番最初のバージョンでやっぱり猛威を振るった16号というキャラなんですけど、どこがどうまずいかというと、まずリーチ長い。ほらこれ見て、これ A っていう、まあ、弱攻撃みたいな技なんですけど、長すぎるんですよね。これ普通のキャラの A、 これです。この長さを誇ります。で B とかになるともうこんなん、しゃがみ A もすごい長い下段なんですけど、これっすよ、これ下段やから。だからもうリーチが長い、投げキャラあるある。あ、でそう、16個で投げキャラです。一応投げキャラ、まあ当然こういう投げ技もあるよっていう、まあそれだけやったら普通の投げキャラなんじゃないのっていう思うんですけど、まあこのドラゴンボールファイターズにおいて、この16号というキャラ、どういうキャラだったかというと、まあ、火力が高い。まずドラゴンボールファイターズはアルカプみたいな感じで3対3で戦って、後ろのキャラはこんな感じでアシストで出せますよっていう、まあ、感じのゲームなんですけど、まあ普通のキャラがまあ、コパンからコンボしたら、まあこんぐらい。中攻撃が当たって、しかも、アシストも使って伸ばしますと。こんぐらい。全体力1万なんで、まあ、5割弱ぐらいなんですけど、何かの間違いで、16号のこういうのが当たってしまうと、鬼運ぶ上にまあこんな、だいたい走ってこの締め方なんですけど、問題がこの技なんですよ、ダイナマイトドライバー。見てもらったら分かるんですけど、ドラゴンボールって実は受け身すごい種類多くて、これそう、上にポンって跳ねてるじゃないですか。でこれ後ろ受け身で、これ下受け身、寝っぱなしみたいな感じですね。普通のダウンってこれを選べるんですよ。ドラゴンボールってやっぱりアシスト込みですごい強烈な攻めが来るゲームなんで、まあ受け身を散らして防御する側も読み合いましょうねっていうゲームで、で唯一例外がこのレベル3のメテオ超飛、レベル3必殺技はこれ固定ダウンなんですよ。もうここで固定起き上がりになるんで、まあレベル3を決めた後は結構いい置き攻め、キャラによってはできますよとか、決まったフレームで落ち攻めできますよっていう感じなんですけど、こいつが問題視されたのが、このダイナマイトドライバーがこれ固定ダウンなんですよこれレベル3と一緒の恩恵で、まあ、さっき見てもらった通り16号のコンボがまあこんな感じで、だいたいアシスト2枚履いて橋でこれ締めなんですよ。だから16号毎回固定落ち攻めしてたんですよ。でさらに
さらに問題、これ完全画面端っすよね。もう裏回れない、裏回れないくらい完全画面端っすよね。ダイナマイトドライバーするとなぜか画面の後ろに不思議な空間が現れて、めくれる、めくれるってことは表たくもある。まあ、要はめちゃくちゃきつい落ち詰めできるんですよ毎回。これがすごい問題視された。で当然中央でも固定ダウンだから、まあ、いきなりこんな速さでめくりたくが飛んできたりとか、めくりたくを匂わせていきなり投げてたりとか、とりあえず置き攻めが超強力でした。で、まあ、やっぱデカキャラだから、やっぱ弾に弱い。いわゆる忌憚だったら、こういう超ダッシュ、全キャラについてるこういうブワーっていうダッシュで抜けれるんですけど、これ、いわゆるカメハメハっていう、この弾強度が高い技は、これ超ダッシュで抜けれないんですね。もうこれは全キャラ一緒。で、まあ、16号って投げキャラなんだから、まあ、飛び道具きついんじゃないのって思うじゃないですか。16号のこのタチシーっていう技、これアーマー技なんですけど、ご覧の通り、あらゆる攻撃を耐えるんですよ。カン。カン。これのおかげで、普通、カメハメハ撃っとけば、こんな感じで避けられなければ、だいたい大丈夫っていうのがこのゲームだったんですけど、16号だけはこうやって突き抜けてくるんで、で、しかもまあ当たったら、フルコンなんで、っていうのがありましたね。弾に対してとかそういう技じゃなくて、そもそもアーマーがあります。これやばいやろ。で、ちなみに飛び道具も強いです、このキャラ。バニッシュって言って、まあ、なんか、ギルティのロマンキャンセルみたいな感じで、あらゆる行動にキャンセルが1ゲージでかけれるんですけど、まあ、ドラゴンボールっぽいテイストを残しつつっていうことで、ドラゴンボールでよくあった瞬間移動があらゆる行動に1ゲージでキャンセルがかけれるっていうシステムになってます、これは。だから飛び道具が当たると確認して、投げキャラのくせにこういう小賢しいコンボをしてくるんですよ、このキャラ。なんでお前が遠距離戦強いのってみんな思ったと思う。だから遠距離もやれるし、で、まあ、別に、共通システムである程度の機動力は確保されてるんですよ。で、近づくと、こんな感じで二択してきて、当たると、こういうキモいコンボされるんですよ。長いんすわ、こいつのコンボまた。あと、連携も強かったっすね。こういう技あったんですけど、これなぜかガード刺して16号有利とか、ガード刺したら有利なんで、なぜか攻め系になると。単体でこんな技持ってるやつあんまりおらんかった。当時。基本不利背負うゲーム。そうそうそう。基本不利背負って、どこでも不利やけど、アシストを含めると攻め継続できますよみたいなゲーム性やったんですけど、こいつなんかいきなり、こんな感じで、いきなりこうやって数の顔して攻め継続してくるんですよ。なんでみたいな。あとは、この距離からいきなりコマ投げてたりとかするんで、手だじゃ、めくりジャンプ B ガードする、して、ホッとしてたら、こんな感じで、タクラレで投げられてしまうとか。あと、デカキャラって、技の発生遅いっていうイメージあるじゃないですか。これ、全キャラが持ってるこのリープアタックっていう、リープアタック、中段攻撃。これガードさせて5分なんですよ。こいつ、確か、立ち7やんな。そう、だから一応遅い組だったんですけど、16号とかは、最速技が遅いから、リープアタックでずっと攻めを継続されてしまうぞ、みたいな。リープやって。そうそう。これ、お互い最速技振り合ってるんですけど、まあ、ヤムチャの方が、最速技が早いから、ガードしても攻め系されちゃう、みたいな。って思うじゃないですか。なぜか16号を、竜巻 C っていう謎の技を持ってて、これ発生6なんですよ。立ち A7 やのに、なぜかこれ発生6で、しかも、必殺技属性やから、なんか、まあ、強いんですよ。あいつら確か立ち位置繋がった気がする。ほら。ほら、俺の記憶確かやった。これマジやばい。で、マジでやばい罠が、16号で、これ、攻めでリープ仕掛けんねや。攻めでリープ仕掛けて、ガードしてちゃんと擦ってきた相手、あい偉いーつって、いや、しかもここからバリバリ減るから、マジで。なぜか小回りも効くっていう謎の、キャラやったんですよね。当時、ちゃんとこれに立ち仕込んでるかどうかって、16号使いの偉さちょっと出たから。
で問題が、まあこれあのアルカプのドゥームの時も言ったんですけど、16号のアシスト、これなんですよ。これ当時全キャラ中1番ぐらいのガード硬直を誇ったんですね、この技。悟空でこんな感じでやってるじゃないですか。これ連続ガード、これ連続ガード、中下段ができるんですわ。だから連携でもすごいいい技やし、あと中距離でこんな風になんかお見合ってる時に相手の上の方行って、これですわ。これ何かの間違いで当たるとやたらよろけるんですよ。コンボ余裕。16号が問題やったんが、16号のアシスト使いたいから16号使うっていうぐらいアシストも強かったんですよ、当時。で、こういうゲームにおなじみの、ディレイド ?1 ゲージ、やりました。後ろのキャラが、1ゲージずつ吐いて、追撃するっていうシステムあるんですけど、このゲーム、直ディレイドができるんですよ。例えば、こんな感じで、後ろのキャラの1ゲージをいきなり使うっていうのができるんですね。これの、すごい強いところが、こんな感じでベジータで、コンボするじゃないですか。こんな感じでいきなり後ろから16号出てきて3ゲージやるんですけど、16号の3ゲージってさっきのダイナマイトドライバー A コマラで言うと状況一緒で後ろに隙間開くんですよ。だから16号がいると誰でコンボしても穴を決めされるんですよ、後ろから16号が出てきて。これも16号が重宝された理由っすね。3ゲージが強いキャラっていきなり出てきて3ゲージが可能なんで、え、結局毎回この置き決めされんねんけどっていう状況を引き起こしてしまいました。悪しき部分ですね。悟空のこれって中段なんですけど、こんなんで、これ当たったらいけない16号出てきて、お前どこから出てきたみたいな。お前さっきまで画面に全く存在してなかったのになんでみたいな。で、コンボ長いから、3ゲージの後って、実は、後ろのキャラあんまり出てこれない時間長いんですけど、16号コンボが長すぎて、その時間、解けるんすよ。という、何から何まで、システムに愛されてたキャラでした。ここら辺も。だ欠点が、ちょっと体でかいぐらい。これですね。これ高速中段とかは食らうんですけど、それ以外、投げキャラの皮を被った、ただのハイスペックキャラクターやったんですよ。そう、だから、当時の16号を、本当に、走攻守、すべて揃ったパーフェクトソルジャーみたいな感じやって、最初ね、セル、が強いとか純粋ブーが強いとか言われた中で、いや16号まずくねってなって、いや言うて最初だけじゃないと思ったら、割と最後の方までずっと活躍してました、彼は。シーズン1ずっと存在感あったな、16号で。今回ねクソキャラ列伝でね、これを16号を選んだ理由が、まあ結構マジでクソキャラだったんですけど、特に固定置き攻めが本当にまずかった。結構クソキャラだったんですけど、もう一個選んだ理由が、マメッパがこのキャラめちゃくちゃ嫌いなんで、せっかくなんでこのキャラでちょっと対戦してみましょう。初期バージョン懐かしいんでね。